リカルドのジュノンです。今回ね、ナビ VS ストラットというわけでね、めちゃくちゃ大きな対戦ですね。対戦相手はストラットということでね、まあ、世界1位をね、取ったことがあるクラン同士の対戦になります。はい。まあ、ストラットの方もね、ナビの方もね、ちょいちょい今、ターンホール15になってからね、メンバー変更が少しずつあった同士のね、対戦になるので、まあ、その辺もね、注目のポイントかなと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行ストラットの方からフィリップ、スーパーネクロですね。61天才のスーパーネクロですね。2022かな、去年のね、ターンホール14の世界大会が終わった直後にね、フィリップっていう選手がね、ストラットに加入したんですけど、まあそれと同時にね、ヨヨがドライブゲーミングに行ってというところで、まあ結構大きなね、メンバーチェンジがあったところのね、一つがね、このフィリップっていう選手なんですけど、もともとね、同じく世界大会に出てたレポティットゲーミングっていうね、グランの3、プレイヤーだったんですが、正直ね、僕、あんま知らなくて、この人のことね。結構、ストラット加入してからもそこそこ前回取っててね、結構前回は取ってるなぁ。まあね、わざわざ、あんまりね、名前が知られてるわけでもない人がね、ストラットに急遽加入することになったってなったら、まあ、ある程度ね、実力があるような人じゃないと、当然入れないところではあるので、まあ、ちょっとね、この人の攻めは注目したいというか、個人的にはちょっと気になってる部分。なんか他のメンバーとかね、まあ昔から結構アタックしてるので、もう見てるしね、まあ、どういう人たちなのかわかるんですけど。さあ、ストラットが、ストラットじゃねえ。このリスがね、クイーンを打ってましたね。どう間違えてストラットがって言おうとしたんでしょうかね。さあ、モノリスがクイーンをターゲットして打ち続けていました。さあ、スーパーネクロ、かなり綺麗なね、進行で。進んでいますね。ただ黒く入ってしまったというところ、まあ、トームはもう当然使っているような状況ですね。さあここからウッドランチャーの中身も合流してジャンプを左にかけていくと、まあ、スーパーネクロって最近あんまり見ることなかったですね。一応15になってスパネク新レベルが確か来てたはずなんだけど、まあ序盤でちょっとだけね使われたんですけど、あんまり最近見てなかった。でもターンホール14ってもともと結構ボックス配置に対してスーパーネクロ強いよねっていうのがねあったんですよね。まあそれもあって今回スーパーネクロのね採用にはなってるんじゃないかなと思うんですけど、さあここでもまたクイーンはシングルアイティに投げられていってというところ、さあロイヤルチャンピオンも能力使っててフィストも終わってるというところ、スーパーネクロのなんだこれ、ビッグボーイかな、ビッグボーイ、あーディギーが止めていく。さあディギーが止めたんですが、ロイヤルチャンピオン落とされて、さあキングの方はこれはフェニックスついてますね。フェニックス型のキングなので、まあ最悪落とされても最後この辺のテスラ森は一掃してくれそうかな。上のガーゴイルもしっかり大砲にぶっ刺さっているので、これはいかれたかな。まあいいルート作りでしたね。まあ61天才を軽くやって、まあ速攻でね、ウォーデン、ヒーラー、まあこの辺あんまり時間使わなかったことで時間も間に合わせていってと。フェニックスは結局使ってないですね。まあ、ディギーがちょっといくつか止めてくれてたところもあるので火力が落ちて、さあファーストアタック全開スタート。さあグアク、クイヒーラバルにロケバルが3体入ってますね。どういう使い方になるのか。シューターのためにね、迫撃カットとか、まあシンプルにクイヒーのためにサイドカットとか、まあ、最近ロケバルの使用率っていうのをちょいちょい上がってるような感じで、まあ、特に今回ウォールブレイカー持ってきてないんですけど、ウォールブレイカーなしなので、スーパーユニットがね、まあ、スニゴブ以外にもう一個使えるようになったので、まあ、今回はロケバルの採用になっているのかなというところ。まあ、ホグポーンと投げつつ、ここでシューター投げていきましたね。じゃあ、ここかな？ただ、ウンクイヒー、大砲もカットしていって、うん、これで綺麗に入るよ。おー、スケルトンちょっと早めです。あ、キング使うんだね。スケルトンが、これしっかりキングに当たらないようになんですが、ポイズン入ったことで、これはキングにターゲットチェンジ入りましたね。さあ、それを見て、すかさずフィストを使ってって、ここはどうする？あー、これはロイ、おー、来ましたね。やっぱここでしたね。うん。まあ、多分予備にね、ロケバル3体ってとこだったんですが、まあ、全部出し切りましたね。このマルチインフェルノがここヒーラー入ってくるようなタイミングでもあるので、早めにシューターがマルチ IT をね打ってほしいんですけど、ちょっと受け続ける展開にはなりかけたんですが、援軍でここ止まるんですね。そこインビジブルだと防衛援軍が行ってしまうので、そこに行った、あーっとナイステスラだ、これはいいテスラ。ちょっとそれしんどいですね。まあ、ロケバルライダー使ってごまかすしかないですね。フリーズ使うかな。お、そこに
クイーン巻き込もうとしたのかな、このフリーズは。そんな気がするが、さあ最終フリーズもここで打たされていって、レイジはもうここはラバルに回していく感じかな。あ、クイヒこれ保てそうですね。ヒーラーの方が打つなら早めがいいんですが、しっかり早めに打っていきました。まあ割とここは延命した方がというか、しないと無理な感じにはなりそうなので、延命の方が正解かなというところ。さあ赤バクヒットもう一個ぐらいありそうだね、中心部。さあマルチ IT まで突破してもらえればまあまあまあって感じ。さあここでいいレイジトーム、ここまでしっかりトーム残せてるのいいですね。さあクイーンこれでかいですよ、この第一クロス突破できんのはめちゃくちゃでかい。さあここで落ちちゃうんですけど、第一クロス落とせてることで後々のねロイヤルチャンピオンのね伸びが変わってきますね。ブーメランも残ってるので、まあこのままブーメランフィニッシュができそう。さあぶっ飛ばすかな、ぶっ飛ばしていって裏からユニット回収させて、まあちょっとね入りは事故り気味だったんですけど、しっかりリカバリーしてナイスリカバリーですね。まあフリーズも全部なくなっちゃってね、結構しんどい展開だったんですけど、ガーサス。あ、あと一つ言い忘れてましたね。この対戦はね、まだベルナウがね参加してる大会だったので、ベルナウが今回は参加するような感じになります。まだねメンバー変更というかその辺がね、あとそうですね、ツイッター見てる方はねもう知ってるかもしれないんですけど、僕の YouTube の方ではねまだ発表僕のところから言う必要も特にないとは思うんですけど、ナビの方からね正式に発表がありまして、ベルナーがねチームから離脱するというか、まあ離れることが発表されましたね。うん、まあゴールデンチケットね取ったメンバーではあったんですが、メンバー外れて、まあどうするんですかね今後、ちょっとわかんないんですけど、まあ、ブラジルのチームで今一旦やってるのを見ましたが、まあその代わりにね今コマくんが入ってるという形ですね。まあナビの方のね発表の方にも、まあトライアウトじゃないけどなんかテスト、なんか3などんぐらいかテストをしますみたいなね、ちょっと曖昧な書き方だったんで、まあ正式メンバーとしてはまだ決まってないけど、まあとりあえず現状はコマくんと一緒にやっていくよみたいな発表がされましたね。まあ僕の方からはまあそういうなんだろう、もうナビの人間でも一切ないので、まあクイーンオカズ自体だったらね、まあ、ある程度内部事情を言えることもできたんですけど、今は全く関係ないので、本当にチーム内部みたいなそういう話は、まあ前の動画でも言いましたが、僕の口からは言えない、知ってても言えない、知ってる距離感ですらもうあんまないと思っていいです。はい。結構皆さんと同じような情報しか持ってないです基本的には。うん。ちょっとキング内側入っちゃったところでジャンプですね。さあここでトームかけてきつつ、対戦相手はサーリロンというところで、トラットの方もね一人実はね、ゴールデンチケット最初のねケストカップ予選敗退してたんですけど、それに伴い一人メンバー変更というか脱退だね、変更というよりは。新メンバー追加せずに脱退が決まってまして、それが元ね MCS だったりバドジンガーでやってたウーゴですね。ウーゴでわかるかなみんな。わかる人しかわかんないからどうせね、わかんないだろうけど、ウーゴ選手がね、離脱になりまして、まあ、かなり上手い人なんですけど、Twitter の方ではね、もう一人探すみたいなね、メンバー、トラットの方も結構ちょっとメンバーのやりくりがね今困ってるようですね。まあ、結構安定して5人ね強い5人をね常に揃え続けるってなかなか難しいですよね。さあ今回はヒーラーが全部流れていってタウンポイズンを受けてここで溶け切り、クイーンの方も黒く使い切っており、さあ上側というところ、時間がないですね。これ、オデヒ結構時間使ったのと、レイジオデヒに割いてないんですよね。まあ、それもあり、89からどこまで行くか、余力はあるんですけど、89%。さあ、ベルナウ。V ヒーライドラ、リターン型ですね。ナビとしてね、対戦する試合はね、まあ、この大会、プラスアルファ、あと、あるかどうかぐらいだったと思うので、このチャンネルでね、ベルナウの攻めが見れるのも結構もう、あとわずかだと思いますよ。これ負けてしまったらね、多分もう一つの大会あったかなぐらいだと思うので。ちなみにこれが、ローアブラケットの多分、
ベスト8だったと思いますね。あ、これ、わー、どこまで、それ、ちょっと欲張ったかな。ヒーラーね。守りたかったね。回収すればヒーラーホーミングヒットはなかったところだったんですけど、少し欲張りましたね。多分、どうだろうね。ガチってマルチ IT まで降りに行くことも可能だったけど、まあ、回収しちゃってよかったシーンじゃないかなというところですね。さあ、タウン前、ここはね、空に対する防衛がないので、ここまでしっかり貯めていって、ここで初めてのレイジ。さあ、ここで、一気にトームをかけていくような展開ですね。いいトームで、綺麗に誘導はできてるんですが、援軍はちょっと細かいですね。まあ、ある程度、この辺、クイヒーライドラもされるだろうなというところで、まあ、防衛援軍にアーチャーを詰め込んできて、ライドラの対策をしているというところ、オールブレイカーでここはクイーンの道を作りつつ、一気にこの、ライドラチェーンが、あー、クランジョ入らない。クランジョは壊せましたが、中心マルチ IT3 本のところですね。ここを、まあ、ロイヤルチャンピオンで展開する感じになるかな。このマルチが結構 HP 低いんですけど、大工うざいっすね。キング逆再転、あー、なるほど。なるほどだな、それ。ピストも使う方がいい気がするけど。クイーンの方がこれね、ちょっとサポートないと、マルチ IT がね、レイジに乗っただけでやられちゃいましたね。まあ、結構初手でヒーラーが打ち抜かれたところとかでね、回復量が落ちてるっていうところも効いてきてるかな。まあ、クイーン単品でこっちは落とせるでしょうみたいな火力だと踏んだと思うんですが、さあ、綺麗に中心マルチ IT3 本が残っていく。さあ、フリーズかけていきますけど、まあ、これちょっと厳しいですね。レイジタワーとマルチ IT3 本が残ってしまいました。できればライドラでこの辺までね、1本片方は追ってほしかったところではあるかな、今回のプランだと。僕だと結構その辺重き置いちゃうそうな感じはありますね。兵器なんだ？シューターか、これ。フリーシューターしたのか。なるほど。さあ、リゴトーレス。この選手もね、まあ、去年までのメンバーではなかったところで、ストラットに加入した感じですね。まあ、トンピナイエンパイアっていうね、南米のね、かなり強いスペイン語をね、話すチームがあったんですけど、まあ、そこが解散になりまして、まあ、結構ね、強いクランが解散だったりとか、タウンホール15になってやっぱ難易度もね、上がったんでね、アクティブなプロ選手たちが結構減ってる感じもあるよね。結構マージナルなっていうか、あんまり勝ててない、けどみたいな、なんだろう、ガチプロ以外のプロが結構減った感じはあるよね。タウンホール14の頃はね、結構、プロじゃなくてもアマチュアでも全然全開を取ることができた。難易度だったんですけど、まあ、プレイヤーもねその分多くいたなーって感じであったんですが、まあ15になってからまあ洗練されたっていうか、どうだろうね、難しいね、言い方が減ったね。さあ、レイジターの乗ったクロスボウのところ、シューターが白衣表に投げられてるんですけど、これなんかで投げ取れるといいところじゃ、マルチ IT への誘導も特にこれは中身何なんだろう。さあ、なんかいろんなものが9時から走ってきて。まあでもちょっとリゴのプレイスタイル見ても結構クイヒーはね、タウンホール逆から来ることも多かった。ああ、そういうカットするんだったらなおさら、ちょっと、迫撃のタゲはかわしたかった感じあるかな。それクイーンはこのまま流す。お、入るんだ。ちょっとね、適当に見てたんですけど、クイーン入ってきました。キングはしっかりナイス誘導ですね。それはいい誘導。さあ、ここはモノリス捕まってるので、ある程度来てからクイーンの呪文を打っていきたい感じなんですが、タゲが、ここでクロスボウ入ったね。さあ、インビジブルでタゲかわしつつ。まあ、結果的にはこれマルチ IT までね、下折れてるんで、ちょっとラッキー感はあるっちゃあるけど。このまま、ただクイーンめちゃめちゃいいルート入れてますね。バルーン13体。まあ、裏の対空砲殺分と外周のアーチャーター対砲殺分を残しつつの中心一機のヘイストがないので、ここは自利品トームになりますね。まあ、ただイーグル砲のね、
下に潜り込んじゃえば、はロイちゃんの一瞬入ってんの強えな、それ。うん、外周部から対空砲アーチャータワー。うん、そしてここでフリーズまだ2発あるので、囲い込んで終了ですね。まあ、クイヒールとか非常に良かったっていうところですね。まあ、シューターとキングと。まあ割とオーソドックスというか、王道というか、押さえておくべきポイントをしっかり押さえたクイヒーラバルで、非常にね、わかりやすい参考になるプレイかなと思います。こうやって見るとなんかストラットとの対戦も結構久々な気がしますね。ダウンホール15になってから面白いっすね。ストラットもね、ブームとかもいなくなってますからね今。うん、去年までしっかり見てた人とかね、結構メンバー買ってるなって思うところがあるんじゃないかな、このチームも。おっと、これはどうなる。さっ、あ、赤枠だらけ。いや、それ通るんだ。ホーミングだったらやばかったね。ウォールブレイカー入ってる？入ってないのか。さあ、どうするこれ。壁割らせて。いや。あ、ゴブリンが壁殴ってくれてたんで、一緒に。いや、これは。まあ、割と結果往来的なところもあるけど、罠に助かりましたね。トルネプラス赤枠なの？何をもっての赤枠だったんだろう、今の。わかんねえ。今の置き方すんなら絶対ホーミングだと思うけどね。手前で落ちてたら結構罪だったと思うんですけど、結果的にはめちゃくちゃ、でかいっすね、これ通ったの。これ通ったらもう赤枠が、多分全部ないでしょ。赤枠全部ない、ホーミング結構据えた上に、で、ヒーローパートこれうまくいけそうですもんね。いや強いな。キングか。いやおでんぞ、それ今キングじゃないんだ。タゲフリーズもたくさんあるので一発フリーズ打つかどうかですが、クローク打っちゃうかな。もうクローク打ちましたね。しっかりターゲットはキングで引き連れて、このままフィストで走らせて。まあ、ロイヤルチャンピオンどういう使い方するかですね。うん、ターゲット、クイーンに変わったけど、クイーンは生かしたいんですが、大丈夫そうですね。内側から打って外周、あー、内側入っちゃうか、結局。ロイヤルチャンピオン追加しつつ、ラバルパート一緒にやってって、今回ライダー、あー、一緒に混ぜましたね。透析ケアみたいな意味合いもあるかも。透析マルチ IT のケアも。ちょっと意味合いとしてはあるかもしれないですね。あとは結構ね忘れがちなんですけど、ラバハウンドが消えた後のイーグルのタゲをライダーが結構取ったりくれたりするんで、まあクイヒドラドラとかがね、あードラドラとかが昔流行った時にドラ一体、あライダー一体だけ入れるとかでね、イーグルの管理をねライダーでやるみたいなこともね結構地味にねそういう役割としてもあったんですが、初手ね、あのトルネード見たときはちょっとヒヤッとしましたが、終わってみればマジで圧倒的な全開というところで、ナイスリカバリーではないか。まあ、ナイス、まあ、リカバリーか。ナイスリカバリーだね。さあ、マスク。グイラバ。陽気な人ですよ、この人は。うん。マスクおもろいね。変なやつ。技術はとても高いです。まあ、クイヒがね、めちゃくちゃうまいんで、注目して見ていきたいですね。さあ、サイドカットやりつつ、ここでヒーラーをつけていってというところ。アーチャーターンまで切りたいので、このイエティ採用だと思います。さあ、アーチャーターンまで切って、スニーゴブサイドカットも決め、あ？爆撃かなんかの巻き込まれたかな？じゃあ、投石のスプラッシュかないよな。さあ、レイジ置きつつ、クイーンを誘導させていって、まあ、ウォールブレッカー2枚あるので、真ん中つけるか、どういう付け方するかですね。まあ、タウンホール、イーグルを両方見るような、エアスイ明けを見るのか。マルチ IT はギリギリですね。レイジ打ちつつ、投石、祭壇。うん。さあここでヒーラー受けて、このリクスケうざいっすね。さあフリーズ固めて、あ、陸王殿型なんだ。で、ドリルまで一気に、あ、ウォールブレーカーそれていく。それはまずいけど、まあ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 、流れていくなら十分かな。
あ、でも逆になんかこれキングのためにちょっと働いてくれそうな感じもしないではない。あ、いやー、その当たり方嫌だな。クイーンクロックはギリギリですが、これ耐えれそう。さあ、フィスト使ってナイスストームですね。ドリルにちょっとトム入んなかったかな、わかんないけど。ちょっと見づらいね。さあ、かなりいい展開。ここはもう一回時間差ストライカーがクイーンに入ったので、フリーズかけつつ、ドリルが中心マルチ IT の方へ、ロイヤルチャンピオンも、合流するようにダブルパート上から進めてますね。さあ、ただこれインビジブルター固めれるフリーズがこれでなくなってるんで、クローク残してはありますが、うん、それは、デイジ、クローク打ちますが、さあ、レイジ、うん、ナイスレイジですね。バルーンまで追加して確実にタウンケアをしつつ、まあ、結構タウンケア見なきゃいけないシーンだったんですが、その間にね、逆サイドがあんまり進んでないですね。まあ、ドリルが中心イーグル潰してくれればね、強かったんですけどね。結構クイヒーパートの集中力みたいなところでね、かなり、ね、フリーズの使い分けとかはすごくうまかったんですが、まあ、プラン的にちょっと厳しかったのかな。オープンスペースにね、キングぶち込んで一気にドッカーンというところで、キングロイヤルチャンピオンとドリルを採用して進めていった。あら、エレクトロタイタンとかも入ってたね。なんですが、ちょっとリクパートの伸びが足りない感じにはなったのかな、結果的には。まあ、十分仕事としてはね、できてたんですけど。まあ、前回取るほどのね、伸びではなかったというところですね。まあ、これで2防衛目ですね。非常にでかい。破壊率の方もね、ベルナウよりも低い破壊率で守れているというところで、クエイクが一発入った形となると、ウッドランチャー転がす、カズマスタイル、来ましたか？両サイド、サイドカットしていって、キングとぶち当てて、イエティサイドカットが6時、あ、12時の方から入ってますね。しきりにスニゴブカットも入れています。まあ、このままね、イーグル周りをすっからかんにして、ここにウッドランチャーをドッカーンと行くわけですね。うん。アーチャーターン残ってしまったところはちょっとプラン外だったと思うんですが、いいリカバリーで切ってます。ナイスホーミングチェックからのポイズンターンのタゲも据えてますね。これしかも援軍釣れたの美味しいな。僕か。あ、釣れたの美味しいなじゃなくて釣ってたわ。うまいね、この辺も。レイジ打たないのはうまいね。で、逆サイドに、ここからガーゴイルか。ちょっと遅くなっちゃったかな、それは。あ、でも間に合うんだな。そして、援軍処理も終わったところからウッドランチャー。パピーがね、ウッドランチャーに行かないように。さあ、そしてクエイクを揺らすことで、一瞬でこれ、ウッドランチャーのダメージを、うん、突破させていくと。で、マルチ IT まで伸びたいっすね。いや、うめえな、この管理。いやー、うめえわ。このウッドランチャー非常にいいでしょ、クエイク使ったところ。さあ、クイーンのためのサイドカットも完璧ですね。いやー、もう、これは強すぎるな。そして、これ、いっちゃう？いっちゃうね、モノリスまで。あとはタウンマルチをフリーズかけまくっちゃっていいんじゃないかなってくらいに。ダブルフリーズやっちゃって良さそうだけどね。まあトムから入るのかな、じゃあ。うん。トムから入りましたね。まあ、タウンホールの方はもうロイヤルチャンピオンの方で落とすことができたというところ。さあ、あとはフリーズガンガン固めていって、クイーンがクロー曇ってまた戻ってくると。いや、これはクイヒーの作りがうますぎるわ。これはうますぎるわ。今マジで世界で一番うまいっすね、クイヒー。風間くんがね。これはマジでうまいな。完璧ですね。いやー、めちゃくちゃいいアタックでしたね。さあ、ストラットからすると、ここ取り残すと、取り逃すと、敗退ですね。さあ、ラストアタックかな、相手は。アスト、スケルトンインビジブル、イーグルと、グランジョーというところ。まあ、ストラットのメンバーだとね、アストが一番長いのかな、今、こうなると。そうだね。サイコさん、アストになるんだ。だいぶ変わりましたね、メンバーも。さあ、キングを
スケルトン付きで守りつつ、クイーンでサイドカット、イエティの方で上側を切って、クイーンの方はマルチ IT あたりをね狙っていくような誘導ですね。ちょっとキング外周流れましたが、ここでもう一回戻ってきて、バルキリーからのフィストインじゃないかな。あー、トルネードいいね、いいトルネ。なんかスパーチャとかなんかワンチャンそういうの狙ってそうな感じだったんですけど、これツーサイドぶっ刺さってんな。いいトルネード。まあ結果的にちょっと伸びちゃうんです。お、まあ無理かな、伸びちゃうね。もう一応インビジブル使って延命しましたが、多分いらなかったですこれ。アイスラバー使ってラバルパートスタートですね。ロイヤルチャンピオンが、あ、シューター上がちょっと遅めに展開した感じですねこれ。アイゴレロイヤルチャンピオンにオーデンまでつけて、そうですよね、ポイズンリザードついてるんで、ロイちゃんもタウン前つけていきたかったので、これはちょっと面白い展開の仕方してきましたね。アイゴレプラスでホグライダー展開していって、これソラスケとかなんかそういうの見、あ、リクスケとかなんかそういう、なんだろう、何のキャラだこれ、わからん、ちょっとホグわかんないですね。まあトムダッシュ6なんで、あ、シューターの盾だったのかな、本当はシューターの罠チェックを出し忘れたのかな。うん、まああんまりね、一体のホグライダーでロイヤルチャンピオン守るとかもなかなかシビアだと思うし、プランとしてね、そういうプランはしないと思うので、まあちょっと出し忘れてホグな気がしますが、最終的にしっかりね、全開取ってね、繋いできましたね。さすがストラット。アストもね、強いね。さあ最終アタック、クラウス、クイヒードラゴンライダーにクエイク一発というところで、タウンホール揺らす感じかな、それとも、ウッドランチャーでさっきみたいに使うのかって感じですが、ベビードラーでウィズ島を撃ち抜こうとしてますか。なるほど、これかなりギリギリなところを攻めますね。今のベビードラーで、まあ、ウィズ島を壊して大クイーンみたいな感じを見てたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、大工も結構ありますしね、ここもあるんでね。いやー、強いね。素晴らしいね。対地クロスが4個もあるからね、なかなか、タウンホール付近にね、やるの難しいかなって感じ。さあ、援軍簡単に釣れるので、これ美味しいな。援軍はかなり、ちょろい援軍が出てきました。釣ってしまうとね。アイゴレロケバルというところで。釣るとなるとかなり美味しい援軍が出てきましたが、ちょっとこいつ気になる。タウンホールの方はもう無事に、まあ、タウンホール落とせればいいって感じだもんね。あ、インビジブルで戻すんですね。この後ね、ここ行っちゃうからね、事前にそこをカットしていくと。すごい外周部の爆弾早いですね、もう展開する。なるほど、中心突破だ。中心マルチ IT のところを突破していく。クイーンはちょっと重くなるところ、フリーズもかけていきつつ、ドラゴンライダーパートももうトーム入ってますね。タウンホールの方もいい感じにこれは落とせましたね、いいタイミング。さあここで合流していって、真ん中マルチ IT と対空砲というところ、さあここもフリーズかけていって、まあライダーからするとね、マルチ IT は結構いい相手というか、そういう相手になるので、ここも巨大爆弾あって、かなりなんだ、ここによくわかんないイクワナ置いてますね。ライダーがこれはほぼ消えていきましたね。タウンポイズンも受けつつ、ただロイヤルチャンピオンとクイーンが残っているところ、ナイスフリーズで延命して、これイーグル砲の方はライダーとウォーデンで折り切りましたね。さあここでウォーデン、ドラゴンライダー全滅していくんですが、まだレイジフリーズ、ロイヤルチャンピオン残っている状況、シューターから出たドラゴンライダーが一応生き残っているというところですが、まあレッドゲージなのでここで落ちていって、ロイヤルチャンピオンブーメランフィニッシュで、前回ですね、レイジもフリーズも一発ずつ残って素晴らしい前回。まあこれは対地クロス4本あるんだけど、それ普通にシューターで打てますよっていうのをね、見抜いたところがもうプラン的にかなり強かったところでしたね。まあ、クイヒルートも本当に強かったのと、まあ挟み込んでね、真ん中何通すって考えた時にドラゴンライダー選定したところも最終的には正解だったというところかな。ガーサス。
はい、というわけでね、終わりまして、14対13ということでね、ストラット相手だったんですが、勝つことができましたと。7本のね、全開があったわけで、非常にレベルが高かったですね。まあ、ナビのアタックだけじゃなくてね、対戦相手のアタックも非常に気になるものが多かったし、面白いし、まあ、シンプルにね、メンバーチェンジがあると面白いっすよね。スポーツとかでもね、移籍があると結構注目されて面白いですもんね。新選手がどう馴染むのかみたいなところもあるからね。まあ、特にストラットはかなりメンバー変わっちゃってるんで、まあ、ごっそり変わった感じかな。新生ストラットとの対戦でしたが、14対13勝利でした。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それ。